はい、それでは、純粋都市の食品ロス削減、相模原から発信する、食品ロス削減について、後半、のお話をさせていただきたいと思います。前半、に続いて、よろしくお願いします。後半の方で、私は学生さんに作ってもらった、江戸英語カルタというのを間に入れ込んでお話進めさせていただこうと思います。ちょっと一方向の、動画になってしまっていますが、ここに出てくるいろんなカルタには、学生さんのメッセージが詰まっています。それを考えながら聞いていただくと、一方向の私の話も、少しはこう、聞いて、いただきやすくなるかなというふうに思ってます。よろしくお願いします。それでは後半です。後半は、前半でお話をした、相模原の恵みにたどり着いた人と人のつなぎ、消費者庁で意見交換をして、その内容を、職員さん、にまで持ってきて、議論をしたい、バーチャルウォーターに注目して議論をしたら、相模原の恵みっていうのをもうちょっと強調した方がいいんじゃないかっていう、そういう、話になったというところまでをお話をさせていただきました。後半は、江戸エコカルタという、先ほどからお話をしている学生が作ってくれた江戸時代のエコを、モデルにして、私たちエコな社会を、特に地域に注目して、作っていこうという、そういう、メッセージのある、江戸エコカルタをテーマに、お話をしたいと思います。内容としては、先ほどの消費者庁の意見交換会の延長として、法律が、食品ロス削減推進法という法律ができ、推進会議がされという、そういう流れがありました。このカルタは、東京家政学院大学の現代生活学部現代家政学科で、家庭科の教員になりたいなと思って、家庭科教育法という、教職科目を取っている、22名の学生さんが、平成30年度の授業の中で、作ってくれたものです。絵がこうカルタの絵、がこう非常に絵を描くのが上手な人も、あんまり得意ではない人も、それぞれに、自分の考えをこう、込めた絵と、言葉を載せてくれています。まず最初のところでは、レンコンで未来のぞこう保存食という、レンコンでの穴を通して未来を見ようというこのメッセージを最初のところに置かせていただきました。カルタを時々見ながら次に進めたいと思います。さて、食品ロス削減の意見交換会から食品ロス削減推進法という法律ができた時の話を皆さんに少しご紹介をさせていただきたいと思います。食品ロス削減の推進に関する法律、これは国会議員の方たちがご提案くださって作ってくださった、令和元年2019年5月31日 交付された、令和元年法律第19号というものになります。でこの法律は食品ロスの削減に関し、国、地方、公共団体などの責務を明らかにするとともに、基本方針の策定、その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めることなどにより、食品ロスの削減を総合的に推進することを目的としますという、そういう法律でした。これができたところで、食品ロス削減推進会議というのが置かれました。大臣さんなどがご出席をなさるような、法律に基づいた、基本方針を、こう閣議決定してもらうまでの、そういう方針を議論するような、会議でした。で、発言の時間は
すごい短い、会議員になってもすごい短いんですけれども、いろんなタイプの方がやはりここで発言をされるのを聞いていたのが、勉強になります。1点具体的にどんな話がいいと、出てきたのかに関しては、今日動画の中でご紹介する時間がないので、消費者庁が、食品ロスガイドブックというのでを出していますので、それを見ていただくと分かるかなと思います。それからどんどん数字が変わってきていますのは、消費者庁が同じく食品ロス削減関係参考資料というのを何回も更新してホームページに出していますので、その数字を追っていただけるとありがたいかなと思います。細かい提案までは今日ご紹介がなかなかできないところは、そういうのを見ていただいて後追いをしていただけるといいなと思います。で、江戸英語カルタを使って、その時にどんなことを感じたのか、どんな流れが生まれたのかと私が感じたのかを皆さんにご紹介をすると、ここで議論をされている内容は、自然環境と共生をしようとか、地域で力を合わせようとか、そういう文化、その地域の文化を伝承していこうとか、そういうところまでつながるような、そういう食品ロス削減を、ここでは議論がされてるなというふうに感じました。全部それが通ったわけではない、それがうまくいったわけではないですけれども、みんなで向いている方向は自然環境と共生しなきゃいけないよね、地域、それが地域を盛り上げるような方向にならなきゃいけないよね、でそこで作られた生活文化をつないでいくっていうことが私たちやりたいことだよねという、その方向性はなんとなくこう議論をしながらみんな共通に持てているところがあるのではないかなと思いました。特にその中で何々教育というところにちょっと関わりがあったので、言うならば、食育、とか、法律ありますよね。それから、消費者教育も、法律があります。何々教育って言って環境教育だとかいろいろある中をこう、うまくつないでいく、そういうことが、食品ロス削減をみんなで考えようというと、こう生まれてくるんではないか、単に食育だから食のことだけ、消費者だから消費者のことだけっていうことだけではなくて、自分の暮らしから、先ほどの、一筆書きのように自分の暮らしから自分で暮らしを変えるため、社会を変えるための提案、それの学びをしたいというところに非常に繋がっていくような、そんな議論をしました。持続可能な生活、消費者の役割、食育、消費者、衣食住の生活を学ぶ、食品ロス削減でどうしたら食品ロス削減できるだろう、どうしたら食品ロス削減をするような事業者の活動になるだろう、それを考えるということが、こう上から目線ではない、なんとかなんとか教育をつないでいくことになるように思いました。ここに江戸英語カルタ出させていただいているのは、サシスセソというカルタを作ってくれた学生さんたちの、アイデアです。で、生活の知恵や工夫でエコご飯、消費しよう地域で作った野菜たち、その食材、塩漬け、乾物、保存食、そんなことを、考えながら、一体なんでこの時代にこんな食品が生まれたんだろう、こういうエコな暮らしができたんだろう、学生たちはだんだん歴史を学び、歴史
から、いろんなことを考えるようになりました。はい、もう一点、その教育といったときに、単にこう学校で、これ今ご紹介をしているのは私監修をさせていただいた小学生向けの図鑑で、長文社というところから出た、松島さんという方がもうほとんど書いてくださった、今日からなくそう食品ロス、私たちにできること1巻2巻3巻、そんな内容なんですけものなんですけれども、こう小学生向けに分かりやすく語ろうとすると大人がしっかり学ばないと書けないですねと、その松島さん、から、言われました。私たちの暮らしを見直すっていうことを、子どもにやってもらおうとする、理解してもらおうとするならば大人がもう一度暮らし見直さなきゃいけないですよねというふうに、松島さんが言いながら一生懸命、その図鑑を作ってくださったのが、印象的、だったです。先ほどの推進会議に少し話を戻させていただくと、こうその推進会議で、お二方とても印象的だった、発言をしてくださった方がありました。単なに食品ロスを削減するのではなくて、フードバンクの活動、特に非常に日本的な福祉とつながったフードバンクの活動をしてらっしゃるフードバンク富士の国 の、事務局長さん、理事長さんが、今食品ロス単に減らせばいいというのではなくて食べるということに 困る人たちにいかに届けるかというところがその今、その捨ててしまってロスになっているものをきちんとそういう流通ではなくて、困っている人たちのところまで、届けるということを考えなければならない。あるいは、フードバンク山梨の理事長さんで、全国展開をされてらっしゃる米山恵子さんも とても説得的に、会議で単に食品ロスを減らすというのではなくて子ども食堂であるとかその、子どもたちがちゃんと、あるいは大人食堂でもいいんですけれども、食を豊かに一緒に食べられるようなそういう社会を作るために食品ロス削減をするんだということを非常にきちんと、語って、くださったということが、印象的、でした。単に食品ロス削減しましょう、食品ロス、地球環境に悪いからという、もちろんそれもあるんですけれども、いや私たちの周りを見て、このロスになってしまうものをもったいないからどうにかこう、他の今、食べている食生活よりも食生活の質を上げられる人のところに届けたいんだっていう、そういう思いが非常に伝わってくる、そういう発言を、されて、いらっしゃいました。印象的で、ここも とても印象的だったんですけども、前の意見交換会より以上にちゃんと事業者の方たちを巻き込んだこう活動に法律ができ会議が、されると開かれると動いていくんだなと、大きな流れが、出てき、ていることを、その会議の中で感じさせていただいたところです。でもう一度相模原に、戻ってきたいと思います。全国展開で、あるいは、地球規模の話で、話は進んでいますが、やはり足元を、もう一回見直すというところで相模原に戻ってきた、時に私の前、
これは今お話をさせていただいているのは、令和5年度 の、 食品ロス削減に関する動画だと思うんですけれども、令和3年度 の、 食品ロス削減のこの相模原の動画は、食品ロス問題について学ぼう日本フードエコロジーセンターの、お話でした。それから、令和、4年度は、もったいないを分かち合いからありがとうへと言って、フードバンク神奈川の、取り組みをお話をくださいました。もうこの動画を見る前に、見てくださっている方もあるかと思うんですけれども、フードエコロジーセンターの高橋さんも場所が相模原に終わりだと、そのフードエコロジーセンター終わりだと思いますが、こういうその大企業では そんなに大きな企業ではないけれども、きちんと、技術高く、フードエコロジーセンターが、取り組んできたということを、説得的に語っていらっしゃって学ばせていただきました。それから、フードバンク神奈川の、藤田さん、も公益社団法人としてフードバンクを、回していらっしゃって、とてもこの地域にはそういう技術やそのつながりをつないでいく、そういう資源があるんだというのを、令和3年度令和4年度に語っていただいているのも参考にして、相模原で、動きが出てくるといいなと、思っているところです。そういう方たちの活動についての、ご紹介もあり、とても私が、勉強になったなと思うのは、ユニコーンプラザ、ユニコーンプラザ相模原という、コンソーシアム、大学と市民が連携するような、コンソーシアムが、あるのを皆さんご存知でしょうか。そこが10月に行った、まちづくりフェスタというのに、少し参加をさせていただきました。その時、このまちづくりフェスタ、まちづくりを大学生もいろんな企業の人も一緒になって、あるいはいろんな世代の人が一緒になってやっていけることが相模原はできるのではないかなと思わせていただいたフェスタでした。これをちょっとご紹介をしたいと思います。これはそのフェスタの時に江戸英語カルタ、今 見せて、見ていただいているカルタを、カルタ取り大会やりたいですと私が言って、皆さんって高齢者の方が多い私話をしていたんですけれども、そしたら、参加をしていた大学生が、いや一緒にこう、混ざって積極的に混ざってきてくれたんですね。おじいちゃんおばあちゃんがカルタ取りをやっているのに、若い人が入ってきてくれて、で一緒にカルタ取りをやって、くれる様子を見た時に、地域でいろんな世代が競争という新しい、力を3つなんですけれども、合わせてで新しいものを作り出そうという流れが今動いてるなというふうに思いました。相模原は先ほどからご紹介をしているようにフードエコロジーセンターであるとか、あるいはフードバンクの非常に進んだところであるとか、いろんなものが他の地域よりも早めに動いてるなという感覚があります。それを回していく産業も多いも産業も大学も小学校も
先ほどから最初に私は消費生活審議会でまずアイデアをもらったということを言いましたし、それから今は金融機関も地域を盛り上げるための金融、連携のための金融というのを盛り上げようとしています。老いも若きも一緒にカルタをやりながら、相模原だったら新たなアイデアが出てくるのではないかな、純粋都市、本当に水も、食べ物も、豊かな森も、豊かな、相模原から地域の強みを引き出す、産学官金連携が時代の文化をつないでいくのではないかなという、そういう希望を感じさせていただいた、そういうフェスタに参加をいたしました。いろんな取り組みが相模原ではあります。で、その豊かな取り組みを今、たくさんの方が参加をし、そうだよねアイデアを出し、カルタ取りをやるがごとくに、みんなでこう、アイデアを出しで、それを表現をして、で地域をつないでいって、いただくということを、次の展開が、感じられる、フェスタだったでしたということで、純粋都市の食品ロス削減、地域の強みを引き出す、産学官金連携、それに注目をしていただいて、皆さんで新たな流れを作っていただけると、いいなと思います。それは時代の新たな文化になっていくのではないかなと、感じられる、イベントが、ユニコンプラザだけではなくて相模原はさまざまあるのではないかなと思います。皆さんのご参加を期待をしたいと思います。大変抽象的な、お話もさせていただきましたが、消費生活、審議会から始まり、消費者庁、そして、食品ロス削減の推進会議で、だけれども基本は私たちが一人一人が何を今からやろうと、そういうアイデアを、社会に関してのイメージを持てるかというところが、ポイントなんではないかなと思います。今回、こういう機会をいただきましたので、また皆さんと、さらなる議論をしていけるといいなと思います。本日は動画見てくださった方ありがとうございました。相模原の、食品ロス削減に、どうぞご参加をいただきたいと思います。よろしくお願いします。